皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲイコちゃんです。すごいすごい。はい、そんなわけでね、本日なんですけども、夜に、新降臨来るよね、豪雪が。名前なんだっけ、ハービセル、こいつよ。でラックスキルクリティカルが必須ステージってことで、結構えぐいよね。なので地雷重力バリアの反射機、そうなんだよ、ヤクモなんだよ。もう一個の方が使えるイメージあったけど、これかやっぱり。で運極なんで、まあクリティカルバン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 出せるということですから、いやまあこれいけんじゃないかなっていうところと、あとこれだよね、エンペディオス、これも使えるよね。これクリティカルで攻防アップだもんね。これがもしいたら最高だよ、仲間にね。とはいえ俺思ったんだよね、やっぱり結局ヤクモは最強なんでしょっていう、ヤクモ4が最強なんでしょっていう、まあ、これ毎年恒例になり始めてますけども、去年はあの火のやつですよ、なんだっけ名前、いっぱい食べるやつ、名前モンスターボックス見たら分かるか、ね、ド忘れしちゃったけど火のやつね、アビニベーシャ、これあ当てたわ。アビニベーシャがいきなりネオがぶっ刺さるっていうさことをしたじゃん、カメラがボサッと、まあいいや。なので今年も問題なく、ヤマトがぶっ刺さるということで、ギコちゃんはあと1体ヤクモ欲しいんですよ。なので残りのオーブ7000個正直取っておきたかった。なぜかというと、ひょっとしたら、いや高確率で、今月またコラボが来るんじゃないかなと思ってるんですよ。去年の1月のコラボ皆さん覚えてますか、呪術回戦ゼロで乙骨雄太が、実装されたじゃないですか。あり得る、今月もあり得る、恐ろしい。なので取っておきたいね、無限の彼方へって感じだね。さあじゃあ早速引いていくよ。それでは当たったらやめる、当たるまで引く、そんな俺流ジャイアンツさ。まずは10連目、どうだ当たるのかな、いきなり当たってほしいけどね。今回さめちゃめちゃ体の相性良くて、ヤクモと俺すぐ出てくれるんだよ、なんか知んないけど。最低だねマジで。これどうした、なんだよ爆死スタートって、望んでないよそんな世界戦。頼むよマジで、そんな世界は俺望まない、望まぬ世界、望まぬ世界、世界は狭い。あちょっと待って、エドワード・ティッチスタート久しぶりだなお前、それ2018年頃のそれ話題だぞそれ、もう古い古い古い、おじさんって呼んでたんだよ昔俺、エドワード・テイチのこと、テイチ。来ないな、てかお正月確定なかったね。まあいつもないけど、ハレルヤの時ぐらいか、なんか変にたまにさ雑に触れるやのボールが映るっていう、よくわからない確定。アザゼルちょっと古いな、なんだお前、なんでだよ。まあおまけが美味しいからね、なんといっても超重心さんのいいところは、新春超重心さんのいいところは新キャラも出るし、おまけが5個ついてくるってところ、これが一番いいよね。よろしくメガドック、はあ、ちょっと風邪がまだ治ってないんですよね。喉がずっと痛いんだけど1週間以上、なんでこれ。おう、なんであの変な企画やってる時で超出やすくて、普通に引くと全然出ないじゃないですか。やっぱり自分に何かこうね、制約を課せた方がいいんだろうね。古っこの魚、魚古っ。どんどん制約を課せれば出やすくなると、これ見てるなやっぱり運営さん。まあサクッと出てくると嬉しかったけど、
うん、あちなみにプレゼント企画は、今夜配信が終わってから、順にね、DM を送ろうと思っておりますので皆さんよろしくお願いします。これアビスかな、うん、でこれ毎回強制じゃないんですけど、できれば当選した方はツイートしてほしい、うん、なぜなら本当に配ってないんじゃないかって言われてたりすることもたまにあるから、ガチで配ってるから、うん、ぜひ当選した方はツイートの方を、当選したみたいなツイートお願いしますね、本当にマジで、うん、まあ限定は出たけどちょっと待ってくれよ。あ、似てる、腹立つな、傘かぶってるあたり似てんな、ちょっと傘かぶんなよ、傘かぶってる場合じゃないんだよ、かぶってねえか傘、お前はいいんだよ、お前はダメだよ、お前はいいんだよ、通常の状態で傘かぶってるんだっけ、あ、ムカつく、ちょっとムカつくわ、こっちでいいや、うん、そこで動かせるんだったらキャラクターのプロフィール画面でも動かしてほしいけどね、やっぱりちょっともう少しさ、ブラッシュアップ欲しいよね、モンストも2023年は。そろそろ1手当たっていいよ、ダメじゃん、ダメじゃん、ヤクモ、ヤックンだ、お、左回転、よし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 、頼む、ちょっと待ってくれ、やばいぞマジで急にどうした、全然出なくなっちゃったぞ、まあまあ望みすぎか、望みすぎちゃダメだもん、確かに、うん、程よく望んで程よく諦める、それが一番大事だよ、うん、おお、いいねいいねいいね、いいよいいね、いいよ、おお、マスターコーブ久しぶり見たな、めったら当たんないね、マスターコーブは、うん、キュピピピピン、あれ2回転しようぜ、あー、オーマイガーシュ、お、大阪じゃない、犬なんとか、犬山同説、そう、よっこいしょ、待ってくれよ、マジでどうした、500個使ったよね、100連引いたよね、100連でゼロか、なるほどな、まあまあまあそうだよな、多分皆さんもね100連引いたけど当たんなかったって方多いと思うよ、 0.6% でしょ、だから200連で1手当たればラッキーなんだよ、うん、オーブ1000個で1手当たればラッキーぐらい、なんでだよ、ちょっとそれにしても爆笑もないか、嬉しいけど、あのおまけはさ、おまけは売れっぴーけども、つらぴーでちょっとそれ、うん、おかしいよそれ、それそろそろ出ようよ、一匹パチッと出ようよ、パチッと、あっち、あっ、なんか似てる二人だな、うん、左が戦士で右が、あ、左が戦士バージョンで、あれ、ジョブチェンジしてて、左が戦士で右が僧侶みたいな、黒魔道士みたいな、やめろ、いいよそんな話どうでも、ちょっと待って、やばい、来た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 、角&手、あ、喉が痛い、わあ、違う、網だ、おおっす、いや何これ、紙セットじゃん、ハッピーセット選球、ラスト10連引いて終わりにしようか、それはハッピーセットすぎるわ、さすがに、ありがとう、うん、なんか月が戻ってきた、いいね、やっぱ出ると嬉しいわ、どんなタイミングでも、
どんな時もどんな時も僕がもう、それおかしいだろうな。でラスト10連にさせて、あの星玉たまるし、それでおしまいにしよう。泣いても笑ってもこれでおしまい。はい、終焉のチンチンね、これで終わりですよ。ヨロピクヨロピク、うん、なんだっけ、この遺跡の名前なんだっけ、プロテア、ちょっとわかんねえな。おお、お、どうだどうだ、最後最悪だよお前。ベイカーズ一家だっけ、ベイカーズだ、ベイカー一家、お前それバイオハザード7やないかい。はい、ということで、まあなんとか1体確保できたんでね、これで今日の夜の配信は頑張ろうと思います。みんな見に来てくれよな。運極パワーで一掃してやるぜ。